こんにちは、オーシャン東京原宿スタイリストの徳永相馬と申します。店長の島崎です。以前の動画で、島崎さんに僕が頭をセットされるっていう動画があったと思うんですけど、今日は逆に、僕が島崎店長をセットやってみたいと思います。お願いします。お願いします。最近島崎さんも結構前髪、上げたりとか、あとは下ろしてのぐしゃぐしゃとかラフな感じとか、コテ使ってとか結構動画上げてるんですけど、そういえば、ね、見たことないものシリーズっていうことで、今日は島崎さんを王道セットにやってみたいと思います。お願いします。多分新鮮な感じになると思います。6年ぶりの王道セットですね。6年ぶり、ね、すごいです。ちなみにカットは王道じゃないです。髪型的には結構襟足めちゃくちゃ今長くて、めちゃくちゃ長い、めちゃくちゃ長いです。もうすごいです。で、前上がりな感じの髪型に今なってるんで、ね、王道でどれだけかっこよくできるかっていうのがちょっと腕の見せ所だと思います。ちなみに前上がりな理由は、以前ブリーチをしてたせいでちぎれちゃったから、そこに合わせて切ったから前上がりになりました。なりました。はい、お願いします。やってみたいと思います。じゃあまず前髪から。おい、島崎さんがいろんなスタイリストの人にセットしてみてくださいみたいな、されてみてくださいみたいなね、ご意見をいただいたので、せっかくなんでやってもらいます。はい、やってみます。どれだけ獲得できるか、選手権頑張ってください。はい、よっしゃ。まず王道に切った時、みんなここの槍の部分があると思うんですけど、それがもう異様なまでにないです。ないです。非常にないです。なくてもいい理由としては、いつも僕上げてますね。上げちゃって、こうなんかこう前なんていうの、センターパート寄りにねしてるからね、そんなにここいらないんですよね。アイロンの温度は何度ですか？アイロンの温度は、まあ、皆さんよく言うように140度でいきたいところなんですけど、島崎さんの髪の毛がちょっと硬いので150度でいかせてもらってます。なるほど。そうなんですよ、僕劇的にね、直毛で高毛で多毛なんで、で今ダメージも、まあ、多少パーマとかはねかけてたんでね、あとハイライトが入ってるので、まあ、ダメージをしていますので、かなり毛先の方は乾燥してるんだけど、根元から中間に関してはめっちゃ生き生きしてます。強すぎます。はい、こんな髪の毛ですね、今。いつもパーマがかかりにくいです。そうですね、パーマはかかりづらすぎて、まだ僕と同じレベルの直毛のお客様に出会ったことありません。ソタンは最近ハマってることありますか？僕、北斗の拳にハマってます。北斗の拳ですね。渋いですね、かなり。この間拓郎さんがね、話してくれましたね。すごいですね、私立図書館の上に置いてありますよ、北斗の拳は。確かにすごい。どうですか、調子は。はい、今襟足に、すごい長い襟足にひたすら外羽を入れております。はい、すごい長いです。皆さんも目指してください、このウィングウルフを。ウィングウルフ、はい、でも僕はね、ウィングウルフではありませんよ。この間の動画でも言いましたが、私、マッシュだった頃がね、ないです。はい、ほぼないです。で襟足はね、ずっとありました、僕は。だからね、なんかみんなウルフにしないといけないのかなみたいなご心配の声をいただきましたが、僕はやりたくて襟足残しております。あとね、親知らずをこの間抜いたので、すごい喋りづらいです、今。結構リアル。だからこもって聞こえるかもしれないですけど、元気がないわけじゃありません。髪の毛生き生きしまくってるので、シャインオーバー多めに、クレイがね、結構俺はお気に入りです。じゃあでもちょっとタバカン見せたいので、エッジでいってみたいと思います。大丈夫？エッジをね、僕頭に使うの初めてです。おお、それは結構どうなる店長ってやつですね。どうなる店長パート1。微妙微妙微妙かな。やっぱりね、専門学校の頃はでも足目でしたね、僕は。ウルフで、ショートウルフでちょっと足目にして、ツートンカラーにしておりました。すごい。はい、白と黒でした。白と黒はすごい笑うじゃん。いや、それはなんで、ウーバーワールドがね、好きだったからね、真似してたんだよ。いいね。今も好きだよ。
しゃアイロンじゃこれで入れ終わりました。すごい。どうなる店長。モテちゃう。モテちゃいそうだぜ。行動はね。いつも女子受けしない髪型してるのでね。なんだよ。控えめだな。ない。はい。はい、じゃあエッジを使っていきたいと思います。ワックスの量はですね。枝豆2個分。本当に足りないよ。まず1回これでいってみたいと思います。ね、はい。まず1回ですね。よし。はい。絶対に足りません。すごく髪の量が多いんで、すごくなんか使いそうな気配してます。やば。おおどう。クラベな。し。後悔するぜ、お前それつけた。はい。これ最後にカットしたのはいつだっけ？最後にね、カットしたのはね、いつだっけな。いつだ？いつだっけ？いつですか？結構前。2ヶ月半、2ヶ月ぐらい前かな。なるほど。通りでの毛量。の前髪ですか？不安の前髪ですね。アンパレーザー。さあどうでしょうか？可愛い。全然前髪じゃない、ワックス足りません。そうですね、ワックス足りませんでした。足りませんでしたので、枝豆1個分追加。いけ、エンチ。いやこりゃどうなるか。この前大平拓郎さんにセットされた時は結構がっつり気味の島崎さんになったんですけど、そうですね、はい、なりやしたね。今回はちょっとやっぱり正統派ですね。ド直球で、はい、王道ですね。どんな感じになるか。しっかり揉み込んで、もう死ぬほど揉み込んで、毛量が多いので毛量多くなってきた時はちょっと根元ギリギリ付近まで攻めてあげた方が収まりやすいので、ちょっとめちゃ揉み込んで、ここから死ぬほど散らしていきたいと思います。すごい死ぬんですね。はい、死ぬほど北斗の拳を最近読んで、お前はもう死んでいるの意味が最近ようやく分かった僕です。きち、はい、全然意味が分からなかったんですけど、こういうことかと。やべえな、マジ本当に知らなかった。本当に知らなかったです。頑張れ、はい、北斗神拳とは恐ろしい技ですね、あれ。そうだね、はい、最強だから。暗殺拳っていうのを初めて知りました、うん、最強だから。北斗神拳と、あと万古聖拳とね、ついになった。いっぱいあるけどね。いっぱいなんか、そうですね。あとこう、他の漫画と違ってすごいなと思うのは、技が無限大っていうところですね、やっぱり。そうですね、いっぱいあります。毎回敵倒すとき全部別の技で過ぎても、全然もうこれは何の技なんだみたいな。いやでもやっぱり最初の方は 初級技だから、だんだんね、使っても効かなくなってくる相手に。へぇー、そう、へぇー、ネタバレですね、これは。効かなくなっていく。だんだんね、やっぱラオウとか戦う時に出し惜しみちゃいけないから、やっぱり。なるほど、うん、あれ、これあの技なんじゃねえかなという技もね、やっぱ名前も言わなくなるから、最後の方。あ、なるほど。そういう、なんかちょっとこう雑な感じになっていっちゃうんですね。そうだね、いやもう相手が強すぎるから、あまりいい感じになりそうな気がします。おりゃー、死ぬほどなじませてます。死ぬほどなじませました。そして立ち上がりトップよ。うおー、来てる。全部こう顔の真ん中に毛束を持っていくという伝説の6年前に封印されし技。そうだね、封印してたね、はい、封印されし技をここで1面目の半分ぐらいで、今みたいな髪型になったんでね。へー、はい、メンズノンノン当時ね、やっぱりルロニケンシンがね公開されたあたりだったのでね、メンズノンノンの表紙には佐藤健さんが乗っておりまして、その人の佐藤さんのね、健さんの髪型がかっこよすぎてそれにしました。へー、はい、すごい。でその後あたりから切ってもらう人にエースの髪型をね、見せて、これにしてくださいって言ってきました。エースの髪型、はい、ワンピースのエースの髪型にしてくださいって言ってずっとそれをやってました。エースの髪型ってどんなですか？センターパートです。あー、そうか、確かにそうですね。
1円リアル、結構リアル。完成しました。マジかよ。はい、島崎力と店長6年ぶりの報道いかがでしょうか。もうレアですね。やば。はい、タバ缶すごい。これなかなかもう見るのないと思います。おー、きち。こんな感じでちょっとスタイリスト同士とかでもいろいろ動画上げていこうと思っているので、はい、またぜひチャンネル登録といいねのボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。はい、もう二度としないよ。